はい、こんにちは、ゾルです。さあ、今回もちょっとライカのタイプ240の話になるんですけど、このね、ズミルックス 50mmF1.4 アスペリカルね、まあ、これをまあ購入しまして、でタイプ240とのセットで、まあ、何回かスナップにはもう出たんですけど、ピュアローね、うん、一応ピュアローにこれで対応できるようにはなったの で実際プロファイルもね、さっきファイル1個試してみたんですけど、ちゃんとプロファイル持ってるんで、でピュアローにね通してみたらどう変わるのかってところを、ちょっと見ていただこうかなと、はい、思います。で、やったのはですね、このタイプ240自身が、直接書き出す JPEG、まあ、カメラ内ロー現像で出てくる JPEG ですよね、まあ、その画像と、一緒にローデータも私保存してるんで、その DNG ファイルね、ローデータのファイルをピュアローに読み込んで、でピュアローの方ではファイルの書き出す形式として3つ選べるんですね。DNG の、まあ、ローデータのファイルで書き出すか、TIFF、TIFF で書き出すか、で JPEG で書き出すかって、この3つを選べるんですよね。で、一応今回ですね、なんかその後ローデータで DNG で書き出して、まあ、キャプチャー1に持ってってもいいんですけど、それだとなんかちょっとややこしくなるというかね、間にこうなんかいろんなものが挟まっちゃうんで、どうかなと思って単純にピュアローだけ通すとどうなるかっていうところをちょっと見ていただこうかなと思ったので、ピュアローに DNG ファイルを読み込んで JPEG で書き出しただけのものね、だから特にその色とかそういったもの全く触らない状態ですね。単純にピュアローで処理して出しただけっていうね、 JPEG で出しただけっていうものを、まあ、見ていただこうかなと思います。はい、もちろん DNG でもう一回そのピュアローを通して書き出して、まあ、ロー現像ソフト持ってって、読み込んでね、いろいろやって、またそのロー現像ソフトで書き出せば当然 JPEG がね、当然そのロー現像ソフトによって書き出すものってのは違うはずなので、また違う結果が得られると思うんですけど、それはそれでまたちょっと話が変わってくるんで、単純にピュアローを通すとどうなるかっていうところだけをちょっと見ていただこうかなと、はい、思います。で、一応サンプルとしてですね、どれがいいかなと思っていくつか探してたんですけど、色味がね、比較的いろいろとある種類があるものがいいかなと思って、これ、金沢市内で撮った写真なんですけど、これ奥の建物なんだっけな、建物、レンガの部分が比較的赤傾向の色で、で、木の葉っぱが緑傾向、緑ですよね。で、空の青もあってってところで、一応3色、この一つの写真の中に入ってる、色として入ってるっていうところの写真が一応あったんで、これを素材として、処理してみたっていう感じですね。で、まず今ご覧いただいているのは、普通にこのタイプ240が書き出したカメラ内ロー現像で出てきた、画像です。JPEG 画像ですね。はい、まず見ていただこうかなと思うんですけど、で、次、切り替えてお見せするのが、ピュアローで、DNG ファイル読み込んで JPEG で書き出した画像ね。っていうのが今、次に出している画像ですね。はい。どういう風に見えてますかね。これもですね、動画で 4K で一応アップ しますけど、動画で見てるんで多分分かりにくいんじゃないかなと思うんですけど、どっちがいいかって言われると、どっちもいいですよね。なんか傾向が違うって感じですね。これもやっぱ好みになってくると思うんですけど、いろいろと変わってやってるところっていうのがいくつかあるんですけど、まず解像感はよりパキッと出てるのが、ピュアローで処理した方ですね、の方が実際にその拡大してみた時のその線っていうのがきっちり出てる感じがするんですよね、ピュアローの方がね。で、カメラ内ロー現像で出てきた JPEG に関しては、これ多分霞がちょっと入ってるのかな。で、それがピュアローを通すと、その霞の部分が結構クリアになって、で、奥のレンガのこの、目の部分ですね、これがよりくっきり出るっていうような
あの処理をされて出てきてますね。で同様にその葉っぱの輪郭だったり、まあ、建物のちょうど空との境目にある頂点のところですよね、建物の頂点のところだったりって、その線の描写がやっぱり、ピアロを通した後の方が、線がはっきり出てるっていう感じありますね、うん、これはさっき言ったみたいに霞が取れて、くっきり見えてるっていうのももちろんあるとは思うんですけど、それ以上にそもそも線自体が少しくっきりしてるっていう感じがありますよね、なんかね、うん、あとはこのレンズのプロファイル、持ってるプロファイルでのこの歪み補正とかもちょっと今回入れてるんで、その辺で多少その補正のかけ方が違ってますね、うん、よりなんていうかな、ピュアロを通したものの方がより平面的な感じに、処理されてる感じがしますね、はい、なんかね、元々の JPEG 画像から、次の処理した後の JPEG にパッて切り替えると、当然端っこの部分は変わらないんですけど、まあ、端っこもちょっと変わるか、うん、なんか全体的にこうなんていうかな、こう写真がこういう感じになってるものが、まあ、少しこう奥にあるものがちょっと前に出てくるっていうのかな、ここのこうなってる丸みが、まあ、少しこうなだらかになるような処理をしてる感じがしますね。なんでだからなんていうか、その持ってるピアノの方で持ってるプロファイルと、実際には完全に合致する感じではないってことですよね。だからこれどっちが正しいのかって言われると、まあ、どっちも正しいって話になりますよね。まあ厳密に言うとType 240が書き出してる JPEG が正になるんですけど、うん、ただピアロで通した後の写真がじゃあ極端に変な感じに見えるかって言われるとそんなこともないので、うん、これはでも好みだと思うな。これパッと見、うん、その写真だけ見たら多分わかんないですよね、これはね。ただ実際にこう2枚の画像をこうパッパって切り替えて見てみると、うん、その歪み補正の部分、レンズの補正だと思いますけど、ここの部分もちょっと違いますね、うん、奥行き感がちょっとなくなってる感じありますね、そういう意味ではね、ピアロを通した方がね、うん、色はよりはっきりしてくるような感じありますけど、うん、奥行き感、立体感って言ったらいいのか、その辺はちょっと薄れてるような感じもありますね。ただくっきりすることによってよりこうリアルさが増してるっていう見方もできますよね。だからこれ好みだろうな、うん、好みですねこれ多分ね。もともとの JPEG 画像はやっぱさっき言ったみたいにちょっと霞がかってて、で画像の奥行き感的にちょっと奥が深くなってるようなこう描写の立体感みたいな醸し出し方してるんですよね。なのでふわっとしてるところに奥行き感がこうね、丸みがちょっと奥目に丸みがこうあるんで、よりこう立体感を持った写真に見えるっていうところが多分あるんでしょうね。で一方ピアロを通した方にを見てみると、その霞の要素がちょっと減って、でくっきりする分線の描写とかもはっきり出ると、でそこにこのリアルさが出てるっていう感じがありますよね、うん、だからどっちもリアルっちゃリアルなんですよね。うん、これ難しいですね、好みだろうな多分な。多分色的にでもなんかきっちりなんか元の色がちゃんと出てそうだなっていうのはピュアロを通した方ですね。うん、ピュアロを通した方がよりはっきりくっきり出てるような感じがしますね。これはでもあれだな、それこそZ のなんだっけ、以前使ってた、私使ってた 28mm、 S レンズ、 S ラインのレンズはないですけど、 28mm で撮った時のなんか雰囲気と似てるんだよな、このピュアロ通した後のやつがね。うん、なんかね、その
オリジナルというか独特な雰囲気みたいなのちょっと薄いんですよね。ただこう線の描写とかかなりはっきりくっきりしていて、でこうパキパキな感じの絵になるっていう、なんかそういうところはすごく似てますね、ピアロを通した後の絵がね。なのでこれ自分の好みによって使い分ければいいんじゃないかなって気しますね。ちなみにこれ写真自体はもう真っ昼間撮ってるし、ね、シャッタースピードちなみに60分の1で ISO 感度200なんで、もう全然その明るさでどうこうなってるってことはないですね。だからノイズが乗ってるみたいなところは特にはないですよね。ああ、下のちょっとあれですね、垣根というか、ね、濃い緑のところの緑の出方もかなり濃い緑になって出てるんで、やっぱ色の出方としてはピアロを通した方がより忠実に再現はされてるんでしょうね。ただ空の青を見ると全体的にちょっと白っぽくはなってるんですよね。なのでこの辺はだからJPEG として生成した時の写真のこの写真としてのこの作り込みというかね、というのがやっぱこのライカのタイプ240で出してくる絵の特徴なんでしょうね。だからね、これがね、っていうなんか気がしますね。これをあえてなんていうかな、その特徴を打ち消していく方向にやっぱどうしても PR を使うとなっていくと思うんで、そういう意味でいくとやっぱこれ好みですよね。多分好みだな、これな、どう考えてもね。おそらく PR を通した絵の、写真の方がより多分忠実なんだと思いますけどね。その時の、状況、見たまんまというかね、見えてるものに対してはより忠実なんじゃないかなと思いますけど、じゃあ写真として見た時の雰囲気っていう部分ね、その全体的なその描写とか雰囲気ってところを見た時にどっちが好みかって話になってきますよね。でもこれはでもどうなのかな、私個人的にはこの撮って出しの JPEG の方がなんか独特の雰囲気があって好きですけどね。何でもかんでもこうなんかね、はっきりくっきりやってパキッとするみたいなのがいいかって言われると、私はそれはなんか場面にもよるしね、その時のこう撮ってる時の気持ちとかなんかそういったのもあるのかなって気するんですけどね。いやこれはやっぱ好みだな。っていうところでピアロをやっぱ通してみると、まあなんていうかな、 Z で普通に野鳥写真とか撮っててノイズ処理のためにね、ピアロを通してロー現像トリミングしたりとかってしてますけど、まあ、時の、経過で見てるような写真のこの出方ですよね、と同じような感じのものが出てきてますね、これもね。そういう意味では、比較的どういったカメラレンズ、もちろんそのピアロの中にちゃんとプロファイルを持ってるカメラレンズであれば、比較的同じような感じにちゃんと処理はしてくれる、まあ当たり前でしょうけどね、っていうことだと思いますけどね。そういった意味でいけばこうなんていうかな、ピアローっていうソフトに、対応してるプロファイルのものを読み込ませれば、もう一貫したこうなんていうか統一性を持った傾向のローデータのファイルが、手に入るってことだと思いますけどね。そういった意味でもいけばちゃんと筋が通ったソフトだと思うし、使いようによってはっていう感じだと思いますけどね。好みであれば全然ガチガチ使っていけばいいんじゃないですかね。はい、ということで今回はですね、このタイプ240が、出してくる JPEG と、ピアローに通した後の JPEG ねっていうので、ちょっと2枚を、ご覧いただこうかなというような動画でございました。はい、これはもう私ね、個人的にはもう好きな方使ったらいいんじゃないのっていう感じですね。はい、私がもともとそもそもピアローを入れてるのは野鳥写真ね、野鳥撮影した時のノイズ処理のためにもう入れてるようなものなんで、そのなんていうか、偽色がどうとか、
うん、そういったところをあまり期待はしてないっていうわけじゃないんですけど、そこが一番の目的ではないので、ノイズ処理がやっぱ一番の目的なんで、確かプロファイル処理するときもレンズの歪み補正とかあの辺って確か切るとかもできたんじゃなかったかな、選択できたと思うんで、その辺はね、自分がこう好みのデータが出てくるような形で、まあ、調整できるところは調整してあげたらいいんじゃないですかね。はい、ということで今回は、このズミルクス 50mmF1.4 アスペリカルねとタイプ240の、データをですねピアロ通してみたというお話でございました。てな感じで今回終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。